うございます。ちょっと二日酔いから昨日ちょっと酔っ払ってそのまま寝ちゃいましたんで、片付けるか。これも冷やす。冷やして、どこに入るこれ。納豆パスタいただきます。最近ハマってます。うん、シンプルにめんつゆと塩コショウだけだけど、納豆かな、納豆がなんかすごいいいアクセントになってるような気がする。めちゃめちゃ体にいい優しい食べ物ですね。ごちそうさまでした。ちょっとお風呂入ってきます。アディオです。
しに行こうかな。とりあえずね、これウルトラプロってやつで、ね、買ってきて、あとスリーブですね、スリーブも買ってきて、これですね、竜騎士ブラックマジシャンガール高かったですけど、これともう一個ね、エチガイのやつ持ってたんで、ちょっと揃えたいなと思って買いました。本当はね、当てたかったですけどね、自分でね。ちょっと行きますわ、ちょっと飯でも食おうかな、せっかく外に出てきたし。腹8分目って感じ。いや、めちゃめちゃ美味しかったな。カードショップしか行ってこなかったです。あー、ちょっと頭痛いな、マジで。このケースがね、めちゃめちゃかっこいいんですよね、これね。
龍騎士ブラックマジシャンガールっていうねやつ、24,800円もしました。ちょっとこれを、あ、なにこれ、横スリーブ、横のスリーブなんてあんの、サイドタイプって書いてたわ、そういう意味なんか、サードタイプっていやすごいな、めちゃめちゃ光ってますよね。はい、完成です。次ね、こっちエチガイなんですけど、これのエチガイね、もうちょっとこれじゃなくてこっちに、じゃあこれ大切に保管しておきます。ライブ配信をやりたいと思うんですけど、ライブ配信のためにねこれ買ってきましたんで、シャンペン、シャンペンだよねこれね。ちょっとシャンペン買ったことないんですよ、だからあんま分からないんですけど、これ美味しいのかどうかも分からん、ぶっちゃけ。はい、あと1時間ぐらいかな、そしたら始めたいと思いますんで、それまで待ちます。ぼちぼちライブの準備したいと思います。いや結構ライブはね、あ、ひげ剃ってこようかな。ちょっといろいろ設定とか終わってっていう感じですね。はい、こんな感じで準備してますけど、めっちゃねあれですね、やっぱね何回ライブ配信やっても何喋ろうかなみたいな感じでちょっとそわそわしますね、やり始めっていうか、まあ、始まっちゃったらねもう大丈夫なんですけど、始まる前がすごいそわそわしちゃう、やっぱなんで、そうこんな感じですねっていうので、ちょっとしばらく映しておきますか。メリークリスマス、メリークリ、みんな来てくれてありがとう。メリークリスマス、一人ぼっち、一人ぼっちっていうかクリぼっちです。みんなもクリぼっちかな、皆さんクリぼっちかな。こんばんは、メリークリス、メリークリス、こんばんは、もうみんなありがとう、わお、すごいいっぱい来てくれてる。ありがとうございます。いい感じですね、一人のメリークリスマス歌ってください。ギタリスト。っていう感じですね。シャンパンね。とりあえずこれ全部開けたんですよ。開いちゃったっていう感じですね。マジで。でもねめっちゃなんかめっちゃ楽しかったっすわ、マジで。みんなありがとうございます。ライブ配信来てくれて。いやもう同じクリぼっちだからね、リアルなクリぼっちなんで、本当にみんなと過ごされててめっちゃ嬉しかったんで、もうそれだけはもう確実にありがとうございますって感じですね。はい、もう旦那さんがいたりとか、そのファミリーがいる中で来てくれたりとか、なんかめっちゃ嬉しかったっすね。本当にありがとうございます。いやマジで楽しかった。こんな楽しいクリスマスなかったんじゃないかなっていうぐらい楽しかったですね。っていうですね。あと FK さんめっちゃあれですね、スパチャくれて、もうね寝ようと思うんですけど、多分ねあれなんですよ、寝ようと思ってもねぐるんぐるん回ってしばらく眠れないと思うんですけど、おやすみなさい。やばい、マジぐるぐる、本当にすいません、今日もう取れんわこれ以上。はい、おやすみなさい。マジで切ります。